もなんかガクト見たんでしょ。いや私はあの東京駅でタクシーを降りたところで、うん、あのガクトさんの匂いってあるじゃん。あるある、そうガクト臭ってあるかよ。あるじゃないですか、あの香水の、そう振ってるやつがね、はい、であの昔にやっぱり歌番組で何度かご一緒させていただいていて、はい、でガクトさんの匂いっていうのがモーニング娘。内でもすごい有名だったんですよ。さっきまでおったの分かるもんね。分かるんです。それでその時にあの東京駅でタクシーを降りた時点で、あ、これガクいるよねってマネージャーさんと、はい、話になって、どんどん匂いが強くなっていくんです。どんどん匂いが強くなって近づいてる、近づいてる、近づいてる、と思って、いやでもまさかねなんつって話しながらこうエスカレーターを降りたらその真下にいたんですよ。おやっぱりそうなんです。だからもうすごいんですよ。このスタジオ もう入ったらすぐ分かる。そうだからガクトさんと IKKO さんはすぐ分かる。ダメでしょ、比べて別々だからね。なんで一緒にすんのよ。